ヴィンセント・エドワード・ジャクソンは、アメリカ合衆国アラバマ州、ベッセマー出身の元プロ野球選手及び元、アメリカンフットボール選手。MLB 選手と NFL 選手を長期間、兼業した、マルチアスリートであり、両スポーツで一流の成績を残した選手である。2021年時点で、北米4大プロスポーツリーグのうち2つの、オールスターゲームに出場した、 唯一の選手として、現在も広く知られる。住人兄弟の八番目として生まれた。名前の、ビンス・イドワードは、母親の好きな俳優の名前から取った。高校時代から、アメリカンフットボールのランニングバックとして活躍し、野球でも25試合で20本塁打を放つ、長打力を誇った。高校卒業時の1982年の MLB ドラフトで、 MLB のニューヨークヤンキースからドラフト指名を受けるが、オーバーン大学にアメフトの奨学金で進学。野球選手としては1985年に打率401、40本塁打17、打点43を記録する活躍。そしてアメフトでは大学最優秀選手賞にあたるハイズマン賞を受賞し、1984年のシュガーボールの MVP にも輝いた。また、陸上競技でもオリンピック候補になるなど、マルチアスリートとして挙手が注目された。1986年の NFL ドラフトで、NFL のタンパベイバッカニアーズからは、全体1位指名され、当時の新人選手として、最高額となる5年760万ドルを提示されたが、 1986年の MLB ドラフトで指名された MLB のカンザスシティロイヤルズを選び、バッカニアーズの提示した金額を下回る3年107万ドルで入団。野球を選択するにあたっては、選手生命の長い野球をやってほしいという母親の言葉がきっかけだったという。同年9月には MLB に昇格し、本拠地。 ロイヤルズ・スタジアム史上最長の475フィートの本塁打を放った。翌1987年には開幕から MLB でプレイし22本塁打、53打点、10盗塁を記録。そしてこの年の NFL ドラフトで7巡目で指名したロサンゼルス・レイダースと7月に契約しマルチアスリートとなった。私の初恋は野球です。 メジャーリーガーになるのが長年の夢でした。私の最優先事項はカンザスシティロイヤルズです。フットボールは釣りや狩猟のように野球シーズンが終わった後の趣味ですと述べているように、両方のシーズンが重なる9月に関しては野球を優先し、NFL でプレーするのは10月以降という契約となった。ただしこの契約に関しては避難の声も上がり、1987年の 後半はベンチを温めることが多くなった。1987年11月30日に行われたシアトルシーホークスとのマンデーナイトフットボールでマンデーナイトフットボール記録となる221ヤードを走り91ヤードの TD ランも上げた。その後も両方のスポーツで活躍を見せ MLB では1989年にファン投票で 最多得票で MLB オールスターゲームに選出された。ナショナルリーグ先発投手のリック・ラッチェルから448フィートの特大先頭打者本塁打を放ち、次の打席では勝ち越し点となる敵地打となるナアアンダさらに投塁を記録し、オールスターゲーム史上1960年のウィリー・メイズ以来となる一試合で本塁打と投塁を記録し、MVP も受賞した。 1990年7月11日に、対ボルチモアオリオールズ戦で有名な、壁走りキャッチを行っている。走りながらフェンス近くで補給した後に、フェンスに気づき、激突を避けるために2、3歩進んでからフェンスを駆け上がり、垂直に飛び降りた。NFL でもわずか4シーズン、しかもべてのシーズンにおいて、途中からの出場にもかかわらず、ランで、 通算2782ヤード獲得、16タッチダウン。レシーブでも40回のキャッチで352ヤード獲得、2タッチダウンを記録した。1987年11月30日の対、シアトルシーホークス戦で記録したランでの1試合221ヤード、獲得は、現在でも NFL のマンデーナイトのレコードとなっている。 1990年には、プロボールに選出され、MLB オールスターゲームとプロボールの両方に出場した最初の選手となった。1990年に、レーダースがプレイオフに進出。しかし、1991年1月13日、対シンシナティベンガルズ戦で後方からタックルを受けた際に伝部を負傷。 股関節を脱臼し、また自分で無理に関節をはめ直したことも、相まって、周囲の重要な血管を切断してしまう事態となった。この負傷は、極めて重く、ジャクソンには、人工関節を入れる手術が必要となった。このためロイヤルズは、ジャクソンの選手生命が断たれたと判断し、3月18日に、解雇した。しかし、ジャクソンは、 人工関節という重いハンデを追いながらも、懸命のリハビリに励み、1991年4月3日に、シカゴホワイトソックスと契約。9月2日から閉幕にかけて23試合に出場したが、再び故障が悪化したため、1991年には、アメフトからの引退を発表。1992年の1年間は MLB でのプレーはできなかった。 1993年には85試合の出場で16本塁打を放ち、スポーティングニュース年間最優秀、カムバック、プレイヤーとトニー・コニグリアロー賞を受賞。1993年のシーズン終了後、フリーエージェントとなり、1994年1月31日にカリフォルニア・エンゼルスと契約したが、 1994から95年のストライキ突入2日前の同年8月10日が最後の出場となってしまった。短期間ながら、米国を代表する双方のプロスポーツで優秀な成績を残したことは21世紀の現在でも高く評価されており、不幸な怪我によりその前世紀に突然に選手生命が断たれたことを惜しむ声も多い。怪我がなければ、 双方の殿堂入りは十分狙えたと言われているが、これはジャクソン自身が私生活においても規律が取れた人間であり、その極めて高い身体能力に小座を書くことなく、非常に真面目で暴力的な面がなく、そして自己鍛錬を欠かさぬ性格だったことにも裏付けされている。また、アナボリックステロイドに対しても当時から、 危機感を抱いており、後のインタビューで薬物に頼ることは絶対にしなかったと証言している。近年制作されたジャクソンのドキュメンタリー番組によると、現在は妻と自宅でひっそりと暮らしており、クラブやパーティーには一切興味がなく、派手な生活は嫌いであると語っている。NFL や MLB にもさほど興味はなく、番組内では20分と見られないと語っている。 趣味のハンティングを自作の弓矢で行うことが最大の楽しみであると語っている。1989年にはロックの殿堂入りも果たしたボーディドリーと共演した有名なボノーズのナイキの広告によってスポーツファン以外にも高い知名度を誇っている。ビデオゲーム史上最も偉大なアスリートとも言われている。スーパーファミコン用ソフトテクモスーパーボールでは テクモボーの愛称で親しまれ、1990年には、ボージャクソンの野球も発売されている。レギュラーシーズン、ありがとうございます。